します。まず一つ目はなるべく小さなお友達を前の方にしてあげてください。でみんなのお顔がよく見えるようにね。はい、どうもありがとう。そしてもう一つお願いがあります。もう一つは一番前に来てくれたお友達、足元見てください。ほら茶色の線が書いてあります。この茶色の線よりも後ろで踊りましょうね。よろしく。さてそれではここからみんなでフラを覚えていきましょう。フラの名人を紹介します。ミカケです。皆さんアロハ。ミカケあんたよろしく頼むよ。こちらよくのちさん。さあここからは皆さんと一緒に楽しくフラを踊っていきたいと思います。まずはじめにフラの基本のステップ、カッコのを練習しましょう。みんな準備はいいですか？おーはーい。皆さんも一緒に踊ってみてくださいね。さあまずは両手を胸の前に構えて、お膝を軽く曲げて横に2本ずつ動きます。いきますよ。さあはい、1、2、1、2、1、2、1、2、進む方に手を伸ばして反対も軽く指先を動かしてみましょう。これがカホロというステップです。踊りの中にはたくさん出てくるのでしっかり覚えておいてくださいね。さあここからは音楽に合わせて踊りも覚えていきましょう。このおじさん音楽お願いね。 OK。 さあ心の準備をしてください。両手を手の前に構えて、お膝を軽く曲げて